はいどうも、トミーです。で今回もね、食レポに行きます。今から静岡県の爽やかっていうハンバーグ屋さんなんですよ。で、今ただいま21時。寒い、めちゃめちゃ寒いです。いや、ちょっと矛盾してるんですよ。パラドックスな。爽やかのハンバーグは一番応募数が多かったんですよ。なので、まあ行かないわけにいかないなと思って、あと第1回のトミー賞が爽やかなのでハンバーグ食べに行きたいと思います。はい、高速バスだね。そうです。もう本当落ち着かないんですけど、ちょっとさっきからだって50分に来るって言ったのに56分だったもん。じゃあ行きます。はい、はい、ということでここ着きました。はい、でもバス快適だったね。それはそうでしたね、本当に。オープニングで俺バカなんかふざけてアイス持ってたじゃん、寒いのにアイス食べてくるみたいな。本物のアイスここにあんの、はい、普通に雪めっちゃ寒いっす。めっちゃ雪残ってるし寒いし。御殿場の駅にいるんですけど、ここから歩いて10分20分、はい、らしいので歩いていきたいと思います。もうね、暗い道が、はい、寒い、もう超寒いっす。やっぱない、もう終電はちょっと待ってください。あ、ないです。最悪だよ。いや、で泊まるとこ決まってないんだよね。ないです。おい、地獄だよ。ちょっと野宿嫌です俺。野宿できないよね、多分死ぬよね、多分死にます。あれたまえ、もうすぐですよ、本当に。本当すぐです ね。あ、なんかこっち開けてるな。静岡県は駅前より爽やか前の方が高い。それはちょっと失礼かな。はい、じゃあ行きます。はいはい、ちょっとじゃあすごいぞ、めっちゃ美味しそうだ。もうこれだよね、絶対げんこつハンバーガー頼んでるけどな。これ行く、爽やかステーキ行こう。はい、あとフライドポテト。お腹減ってるじゃないですか。チョリソーとベーコンにしよう。はいはい、って言って肉ばっかりですけど。OK、 じゃあ頼もう。はい、オニオンソースをかけてどうでしょうか。はい、はい、こちらの羽が収まりましたらお召し上がりください。ありがとうございます。はい、薄くかけますのでね。はい、ありがとうございます。はい、うわすげえ。じゃあライスもお持ちしますので。はい、いや、ちょっとフィッシュ、はい、すごいぞ。いや、もうおいし夢のような光景が広がってる。めちゃめちゃ美味しそうです。最高だよ。いや、最高だな。本当にすごいな。絶対美味しいじゃん。じゃあいただきます。本当に夕飯食ってないんだよね、俺はね。食べたいです。でも今12時だから。これね、いきます。うん、美味しい。すごいな、本当に来てよかったわ。ちょっとレアな部分があるっていうのが一番美味しいらしいです。美味しい。じゃあポテトも買っていいですか。はい、ポテトうまっ。野菜うまいな。野菜じゃないですよ。で、もう一つ爽やかステーキね、これ。これもね、すっごい評判だった、みんなに。これ分厚いもんね、まずね。分厚いです。僕、ミディアムがやっぱ好きなんですよ。ワインとか飲むときは、結構レアで食べたりするんですけど、今日はちょっと、ミディアム。おいしい。これは最高だな、本当に。もう本当に幸せだな。
美味しいもの食べれればそれでいいからな。この裏のちょっと、なんていうの、わかりますか、このちょっと焦げ目というか、このなんだろう、ソースがちょっとこう、ついてる感じ。おいしい。これを食べるために生まれてきたんだなと思うわ。キッシュも食べよう。じゃあいただきます。いや、そっちかい。いや、そっちかい。ステーキ食べます。なん。めちゃめちゃ美味しいですね。え、いや、来てよかったわ、本当に。もう終わっちゃうよ。うわ、これ一口入んだそうだな。ね、いきます。最後は一口。美味しかっただよね、本当に。遠くの方でも全然送ってくれれば、本当に野を越え、山を越え、谷だったわ。山を越え、谷を越えだったわ。そうだね、行きますので、ぜひ送ってください。さわやか、とても美味しかったです。よしね、よし。待ってないから。いや、晴れててもいいよ。いいの？これ、ここにしとくのかなって。あっちゃ。